今日はガサガサに来ました。今日は実家の近くの用水路でガサガサをしていきます。ここタナゴとかオイカはのつぼが取れるのでガサガサやっていきたいと思います。これ野生の大根ですね。誰か捨てたんですかね。食べれるのかな。いっぱいいる？あ、本当いっぱいいるね。取れるかな。あ、じゃあ俺ここ立って塞いどこっか。はい、よろしく。で、それ大丈夫？長靴の丈的に網持っておくか。ここないし。うん？破れてるから。やめる？俺行こっか。よろしく。じゃあこれでいい？じゃあカメラ行ってもらっていい？この中に魚が全部逃げてしまったんですけど、網入れてみたんですけどなんか全然取れないので逆側に回ってみます。なんか弟やってますね。取れた。何もいなかったっぽいな。魚？俺？うん。魚いないじゃん。いや、もう行った。あ、来てたんだ。うん。警戒性が強いっていうか。これが網持ってあっちいればいいな。いて。わかった。ちょっと待ってね。はい、モツゴ取れました。結構大きいです。何も来てねえな。ウグイ取れました。尻尾怪我してます。ちょっと病気かなこれ。モツゴとオイカはですね、シジミとかカワニナもいます。ホタルもいますからね。アメリカザリガニです。ガヘイライシですね。違うポイントにも来ましたけどいなそうです。こっちもポイントらしいです。あ、草とか結構生えてていそうだね。このよどみの草の部分はいないかな。うん。ないね。逆は？いないんだ。あそこに大きなザリガニのハサミだけあります。大きいっすね。今餌食べた。